はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、偏差値65 A の算数、鹿児島ラサール中学校の空間図形、そして切断の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。では早速やってみましょう。鹿児島ラサールの切断ね。さあ、右の図の展開図でできる三角柱について。1、この三角柱の体積はほにゃり1方センチメートルです。2、辺 CE の真ん中の点を M とし、この立体を3点 ABM を通る平面で切るとき、点 C を含む立体の体積はほにゃり1方センチメートルです。さあ、まず1番からやってみます。さあ、まずちょっと組み立ててみますね。三角柱になりますね。見取り図書くとこんな感じですね。さあ、ここを F にしましょうね。さあ、ABF をこんなふうに折ります。で、こう90度 ABF で、そしてここが CE になります。で、組み立てていくとこんな三角柱ができますね。で、ここが D ですね、奥がね。で、この時に AF とここ等しいですから6センチ。ここと AB 等しいですから8センチ。そして高さは8センチですね。さあ、じゃあまずは、体積から出していくと、底面積かける高さですから。底面積は8かける6割る2です。さあ、それに高さね。8かける6割る2、これが底面積かける高さと、864824、24かける8、432192192立方センチメートルということになります。さあ、2番、辺 CE の真ん中の点を M とし、3点 ABM を通る平面で切るとき、点 C を含む立体の体積はほにゃり1方センチ。さあ、CE の真ん中の点をこれ M とします。ね。で、そして ABM で切る。A。B、ここからこうやってここまで切っていくわけです。そうするとね、この時に切った時の C を含む体積を求めなさい。さあ、これ結構難しい。まずどうやって切れていくかっていうとね、 ABF の AB と M、 これね、平行に切れます。だからこうだったらこれ、こうやって切れるわけですよ。で、ここは5ですね。これ10ですから、10です。さあ、そうするとね、今度こうやって切ってこうやって切れますから、と B と M はこう結べますね。で、ここと A がこうやって切れてきますよね。さあ、この時にここは6ですから、ここも中点ですね。3です。さあ、こっから C を含む奥側の体積はどうかっていうとね、まあ、これはね、まあ、どうやって考えるかなっていうと、これをね、下に引っ張ってきます。で、こうなっていったらまたこうなっていきます。で、ここでぶつかります。あと、これもこういうふうに
引っ張っていくとぶつかります。ね、なぜなら6対3、2対1、ね、10対5、2対1ですから、8対8、こんな感じ。こういうふうにぶつかります。そうするとね、後ろ側を出すんじゃなくて、前側、こちら側を出せるんですね。どうやって出すかっていうと、まずこの AA、B、F、これを G としましょう。A、B、F、G、これ三角錐です、ね。三角錐です。三角錐ですから、底面積かける、ここが高さですね。ここ90度、90度。ここじゃないですよ。斜めです。ここが高さ。底面積は ABF、 高さは FG、 16センチです。だからこの三角錐から小さい三角錐を引けばここが出るわけです、ね、だから ABFG から M、この中点を N としましょう。 MNEG 三角錐 MNEG を引けばいいわけです。さあ、相当どうなるかというと、底面積は 8×6÷2。×16÷3。引く？このちっちゃいやつ。3×、これ4か。ね、こっちね。8の4。こことここだね、これね。3×4÷2×8÷3。さあ、そうすると、6と2と3でやると 8×16 ですね。8×6÷48。128だね。引く？これ3÷3でしょ。4÷2 が2でしょ。28÷16。112平方センチメートル。あ、立方センチメートル。ね、つまり、ここは112立方センチメートル。で、全体、ここね、全体が192ですから、192引く112は80。C を含む立体は80立方センチメートルね。これを延長していって、三角錐を作って、三角錐からちっちゃい三角錐引くとこちらが出る。こちらが出たら、全体の三角柱から引けば C 側、奥側が出るということでね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。